デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デミューラに聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家の皆さん、よろしくお願いします。はい、さあさあさあということでね、皆様からの差し入れも大募集中でございますが、この間ちょっとあのね、あのメンバー限定で あげてると思うんですけど、風鈴、はいはい、来ましたからね。そうですね、夏のグッズが、夏のグッズが着実に今後増えていくんじゃないかと思いますけど、風鈴もまだ1個しかないんで、もう何個かあれば。そんなにいっぱい欲しくないけどね。ちゃ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 騒音だよね。そういう形で、皆様の、お気持ちでね、送っていただければと思います。しかしこのコーナーは皆様のお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。 QR コードからエントリーしていただくか、概要欄にもリンクがございます。 YouTube のコメント欄でも受け付けております。お気軽にご投稿いただきたいんですが、カスタムの詳しいご相談や在庫の確認はパドック店頭まで直接お願いいたします。そして、質問いただいてから返答の動画が上がるまで大体 2,3 ヶ月ぐらいを用意しております。まあ毎日一つ一つね答えてるんで、気長に待っていただきたいんでございますが、一刻も早く答えてほしいという方はぜひメンバーシップの方入っていただきますと、優先順位ガッと上がるシステムとなっておりますんで、そちらの方はうまくご活用ください。さて今回もメンバーさんからのご投稿でございます。脱初心者サバゲーマーさんの投稿でございます。答えに聞きたいということでね、デミさん、浦川さん、こんにちは。いつも楽しく拝見させていただいています。ありがとうございます。先日サバゲーに行った際にセーフティーで他のプレイヤーさんの話が聞こえてきました。さっきのショットガン使い下手だったな。見回すと私しかショットガンを持ってる人はいませんでした。私は悲しいのも当然ですが、それ以上に悔しかったです。現在 KSG を相棒にしています。屋外フィールドがメインで、ショットガンでうまく立ち回るのに必要なスキルや注意すべき点をご教授いただけないでしょうか。ショットガンが大好きです。長文失礼しました。と、はい、今日でございます。悲しいですよね、そういうの聞くと。まあ俺も言うかもしれない場合によってはっていうのがね、そのゲームの内容にもよるんでしょうけど、そのショットガンを使ってる時に、いや今のはなかっただろうとかっていう場合が、その時本音じゃなくてボロってこぼれちゃう場合があるかもしれないっていう、全ての状況がね分かんないですけどね、この言われた状況がね。だからそういうの聞いたら、もちろんプレイヤーとしては自由じゃないのと思う気持ちももちろんあるし、それを言った人もそれはそこまで悪気があったわけじゃないかもしれないっていうのもあるので、だから自分ももしかしたらそういうことを言っちゃってる時があるかもしれないという気もして、ちょっとでもまあ自由にやれるのがサバイバルゲームの良さだからと思ったんですけども、じゃあまあサバイバルゲームのね楽しさ、そのショットガンを使いたいという初心者さんのサバゲーマーさんで、まあ自分も結構こう言葉には出さないけど、あまりにも武器がチームのプレーの時に対して、その戦力でこれはやめてほしいなっていう時って内心やっぱあるんですよね、リボルバー一丁できますとか、そっか、まあまあいいけどさ、自分これでやるんだよって5人はやってきますみたいな、まあ、5人やったとかそういうのもね、あるんですけど、でもやっぱプレイヤーとして自分がゲームを現役でやった時に、まあイコールで打ち合った時にいい線行く武器っていうのがやっぱ理想としては持ってほしいと僕は思ってるんですけど、でも脅威な使い方をする人って中にいらっしゃるんですよ。ショットガンにしろボルトアクションにしろ、結構前に出会ってボルトアクションしか僕は使わないんですっていう子がいて、その子はまあレベルをまず見るも何もやったことが一緒になかったので、ゲームを一緒にさせてもらったらすごい上手いんですよ。いろんな場所に本当に移動してボルトアクション1本で電動ガンに対等以上で戦うんですね。おこの人すごい上手いなと思った、感動すら覚えたんですけども、じゃあショットガンで、そういうプレーはできるできないって言ったら、正直できると思います。ショットガンにも種類があって、
それこそガスの今 KSG とかケールダック使ってますっていうのもありますし、エアコッキングのタイプのもありますし、さらにはね CA870 だって見た目によってはショットガンなので、自分にこだわりを持ってサバイバルゲームをやられるという意味では非常にこういいんではないのかなと僕は思ってるし、それにグーの出も出ないぐらい、スキルを見せたらその人の、味とかモチベーションにも変わってくるんじゃないかなということで、押していきたいなと思うんですが、ただそれまでには相当のバリ雑言がやっぱ来るかもしれないんですよ、うん、もう何なんだろうとかね、雑言が来るかもしれない、ふざけんなよっていう人もいるかもしれないという中で、折れないまずハートと、こだわりをしっかり貫くっていうのは、貫ければそれがその人の武器であると思うんですよね、サバイバルゲーで。で、立ち回りでじゃあ勝負するしかないと僕も結構思うんですよ、うん、立ち回りで勝負するんですけど、真正面からの打ち合いをまず僕は望んではいけないと思います。一番最初に前提として、正面からの拘束っていう意味で相手との戦闘が起きることによって、打ち負けるリスクとかそういうものがやっぱ電動ガンよりは多いんではないかなと、うん、ショットガンの性質上も考えられるんですけど、ただサイドを取ったりバックアタックを取るってことにおいては、一瞬にしてそのパワーがね、本来だったら1発しか出ないものが3発出たりとかっていうので、相手により気づいてもらいやすくなるというようなことも考えられる気はするんですけど、これはご質問いただいた時期は多分寒い時期なんですよね。はいはいはい、だからガスだと結構辛かったんじゃないのかな、飛びとかね、うん、そうね、だからあのやっぱり戦力で見た時に自分の銃の性能を、まあ、あの僕の好きなレースの世界とかでも結構その銃とかに例えたりするとね、車両の管理ができないとダメだよみたいな感じになるので、それも多分あると思うんですよね。こうちゃんと温めて、しっかり飛ぶようにするとか、まあ、弾を一発わざと抜いて弾詰まりが起きないようにするとか、いろんなこうやっとかなきゃいけないことっていうのは意外と多くて、あのガスガンを特に冬場使う場合は、多分そういうことをしないと本当に立ち回りの以前の問題に銃の性能が出ないってことが起きてしまうんですよ。ちょうどタイムリーに昨日サイガーを打たせてもらったんですけども、はい、サイガーなんかはすごくこう調子よくね、ビビダも散っていったりして、あこれはゲームで使えるなっていうようなウェポンになってたんですけど、うん、しっかり温めてあげないと性能がやっぱ出ないから、温度管理する人がやっぱいたんですよね。温度管理をしてマガジン連続で打っていいですよってセミオートだけだったんですけど、非常にこうスーッと上に伸びていくような弾筋と、あとはまとまって飛んでいく、その部分ではね非常にこう強いんじゃないのひょっとしてって思うような飛びをしてたんで、アウトドアでも期待ができると思うんですけど、やっぱりその管理をまずガスはしっかりしましょう。 KC ってどケツのタンクだっけ、ケツにこうあのシェルが2個、うん、2列になる、はいね、チューブラになってるやつだね、モデルとしては。そんでどこにガスが入ってるの、ガスはどこだっけな、グリップだっけ、あれ、グリッパー CA だよね、80のあの別体タンクのはずだから温められるはずなんだ、ね、ここら辺になんかここって入れるんだっけ、覚えてない。KSG で、チューブラのところとは別にユニットがあるんだよね、なんかちょっと入れるんだっけ、 M870 タクティカルみたいな、あーですよね、な変な形したやつをかちょっとはめたんだよね、やっぱ別体タンクだから、うん、あれ温めりゃいいんだよね、まだ温めやすい、そうだね、リボルバー温めたいっていうよりよっぽど別体のタンクを温めて、うん、チューブラマガジンだもんね、あれ。いや、まあガスはやっぱ温度管理よ、もう一番。まあ、真夏はねそこまで気にしなくても、丸井さんのだったらもう全然、真夏逆にあれだよね、まあ、叩けなくなっちゃうっていう、暑すぎちゃってね、そうそうそう、キンキンのところに日差しのところに置いちゃったりとか、うん、いやでも5分シリーズとかやってるとあれじゃん、もうレビューのさ、その一瞬打てないといけないじゃない、うん、そのピンポイントで、うん、そこまで温めしてもなんか一回ちゃんと入ってなくて、もう一回あ冷えちゃった、ガスとこっち冷えて温まっちゃう、もう全然入んない、ね、全然逆流とか、もう一発勝負だから、あれもある意味すごい大変なのね、温度管理は。まずはすごく繊細、温度管理をしっかり、ガスをやる場合はまずやってみてもらった方が銃の不安感はなくなって、立ち回りは本当にやられまくって
あのホームフィールドをまず作ってもらうのがいいかな、一番この得意なフィールド、自分と合ってるとか、ここで戦闘が起きるとかって、このコースは俺はもう、もう絶対に捉えられるっていうのもあると、あのアリシャンはインドアですけど、やっぱフィールドスタッフがうまいって言われるゆえんは、それこそそのフィールドを作ったりとかメンテナンスしてるから、ここは相手から見えないんだ実はみたいな場所が分かってるわけですよね。そういうのを使ってこられると、新規で行った人は知らないわけですから、もちろん皆さんそうだと思うんですけど、いっぱいそのフィールドに通ってあげて、アウトドアも慣れていけば、それが自然と立ち回りの強さになるんじゃないかなと考えますけどね。それでやっぱりあのドヤっていう感じにどんどんショットガンで、ショットガンでは、そしたら憧れる人も出てくると思います。ショットガン、あのお声かけてくる人もいると思いますから、それはね、変に折れずに、もう真に決めたらやってもらって、なんて周りが言おうが俺はこれでやるんだっていうのがいいかなと思うんですけどね。だからショットガンも幅広いじゃないですか。 SGR だってショットガンですから、 AA12 だってショットガンですから、もうその適材適所に武器を変えてショットガンという縛りでやるっていうんだったら、いろいろとね、あのいけるんじゃないかなとは思います。はい、参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。